小さいお子さんも安全に遊べるよう、食紅を水で溶いてスプレーしてみました。食紅は赤、青、黄色を用意してください。粉末タイプのものが多いので水に溶いて使います。食紅をたっぷりボトルの中に入れてください。水を加えて キャップをしっかり閉めたら、完全に溶けるまでよく振ってください。ちょっと離したところから吹きつけます。そうするとこんな感じにグラデーションがつきます。型紙を使って吹きつけてみましょう。ずらしながら吹きつけていくと、打ち寄せる波が出来上がりました。今度はハート型の型紙を使ってみます。ハート型は小さく切り抜いてください。ここに赤でスプレーをすると小さいハートが映ります。切り抜いたハートを置いて、その上からスプレーをすると白いハートができます。一色だけでも綺麗なのですが、何色か吹きつけてみます。少しずつずらしながら赤、黄、青、こういうふうに吹きつけると少し色が混ざって虹のようになりました。それでは2色使ってグラデーションやってみます。髪の切れ端などを置いて黄色のスプレーをしたら、赤もその上からスプレーしてみます。直線的な模様が出来上がりました。今度は花の形に切った型紙を使います。まず最初は赤からいってみます。薄くスプレーしたり濃くスプレーしたりします。そして仕上げに黄色のスプレーをちょっとかけると、こんな温かみのある花柄ができました。これは青と緑を少しずつずらしながら吹きつけています。型紙も色もたくさん使ってやってみましょう。青と黄色で緑になりますが、その上に赤を吹きつけると茶色のような色になります。これはこれで綺麗なのですが、子供たちが持っているイメージとはちょっと違うかもしれません。色を重ねるときには淡い色を使った方が綺麗にできるかもしれません。